1年前まで僕はごく普通の男の子だった。世界で一番の町ブルックリン出身。最高の両親がいて、科学とスーパーヒーローが大好き。でも視聴者爆破事件で父さんが亡くなってから全てが変わった。今でも父さんが死んだなんて信じられない。でもピーター・パーカーとメイおばさんが支えてくれた。それにスパイダーマンも実はピーターだったんだけどね。ありえないだろ。その後デビルズ・ブレス事件が起きて街は大混乱。スパイディの宿敵オールスターが勢ぞろいしてさ、僕もスパイディに協力したんだ。そして事件解決後、嘘みたいだけど僕は雲に噛まれて、何かが変わり始めた。母さんを心配させたくなくてピートに相談して、そして今や僕たちはスパイダーブラザーズ。ピートの訓練を受けてウェブスイングにもだいぶ慣れてきたってとこ。今は新たな責任と自分の生活を両立させようと奮闘してる。学校に、友達に、引っ越し、最近ハーレムに引っ越したんだ。とにかくこれから何が起こるかすごく楽しみ。どうも。いいえ、あのさ、新米スパイダーマンは描かないの？子供の？ああ、描きたいけど、やっぱ元祖が俺のヒーローだし。だよね。ねえ、テオの売店ってこの辺？ああ、そこの黄色い看板の店だよ。どうも。すっごくいい絵だね。新米描くスペースも残しておいたな、一応ね。ダウンタウンに行ってみるよ。ああ、ありがとう。
タウンは避けて。あの護送車のせいで渋滞がひどいみたいな。ああだよね、確かに。それじゃあ夕食でね。疲れる。いいとよく正体隠してられるな。ストレス溜まりまくり。投下してたとこ。その姿勢でよく飲めるね。すっごく気をつければいけるよ。それじゃ出動。エリックス、積み荷を輸送する。了解、こちらの視界に捉えた。かなり大掛かりだね。当然だよ、去年ラフトを脱獄した凶悪犯たちを檻に連れ戻すんだからね。警察も慎重になってるんだ。しかも特別なゲスト付き。干渉を受けているようだ。ドッグオックの協力者が入ってるの？そのはず。バルチャーかもしれないし、スコーピオンかも。それか、もっとでかいやつ。まずいな、問題発生。待って、マイク、ドッグが。ドッグ行くよ、任せて。マイク、ダメだ。これでよし。交渉外れてる。バランスが取れない。残酷な軌道を決め。操縦が効かない。墜落するぞ。分かってる、大丈夫。とにかく今は事態を。でもう遅いか。よう、おちびのクモさんたち。ほんとすごいな。
返してほしいんだけど、今暇。アレクセイ、ホリデー気分で興奮しすぎなんじゃない？人気の悪党だ。つまらん。それじゃあ奴はヘタレド。ホリデーファイ。悪党め。無能で嘘つきでネジの外れた悪党め。ガレット奴は。奴がここにいた。リーコー、どんでした？暗くなるわよ。もしもし、母さん。ココナッツミルクがまだ見つからなくて、結構遠くまで来ちゃってさ。あなた、走ってる。ごめん、電車に乗らなきゃ。いや、ミーコ、乗せ休めにロース。ミルク買って帰ってきなさい。セイマ、テキエロモーキョ。よたみえんテキエ。最後のチャンスだ、ライドを止めよう。今行く。ライノを倒さなきゃ。だよね、どうしたらいい？お熱いのは好きかな。ちょっと待った、それ最悪。ピート、大丈夫？熱い。嘘だろ。僕だったら平気だよ。そっち向かってる。準備して。でもちょっと時間が欲しいかも。全力出してるつもり。まずい。今のは
けなのに。街中追いかけ回
君たち、驚いたよ。お見事。サイモン・クリーガー、ロクソンの研究開発部長だ。よろしく。どうも。すみません。ボールがお宅の庭に入っちゃって。いや、助かったよ。どのみちここは再建のために取り壊す予定でね。だが、先を越されたようだ。礼を言いたいくらいさ。君たちにね。一人でライノを倒すとはな。将来有望だ。どうも。でもまだ危険だから。大丈夫、警察に引き渡すよ。こんなことさえなければハイテク部隊など必要ないんだがね。あ、失礼するよ。君たちに会えて本当によかった。町は安泰だ。もしもし。ああ、いいんだ、うん、もう行こう。警察に任せよう。うん、分かった。生体電気か、すごい。正直ちょっと羨ましいかも。ねえ、やめてよ。オリジナルにはかなわない。明日テストしてみない？電圧解析のさ。ああ。うん、それがごめん、言いそびれてたんだけど、数週間街を出る予定なんだ。それっていつものジョーク？違う、 MJ がビューグルの海外出張中で写真撮ってほしいって言われてさ。仕事兼バケーションってやつ。そんな、まだ一人でやれる自信ないよ。今日だってヘリコプターでドジっちゃったのに。結果的に大成功しただろ。僕の命を救ったんだ。ついてただけな。あ、僕は8年間たった一人でやってきて、ありえないくらいヤバい失敗をしまくったけど、そうやって学ぶんだ。これ何？クリスマスギフト。でもまずは誓いを立てなきゃね。え？ああ、わかった。私はここに全力でこの町を守ると誓います。誓います。おしまい。今の本当の誓い？もちろん今考えたわけないだろう。それじゃ数週間後にニューヨークにただ一人のスパイダーマン。ニューヨークにただ一人か。僕がニューヨークのスパイダーマン。どじりませんように。
ねえ、関係。お前、ライノって、マジ？今どこ？家に入れた？ああ、おばさんが入れてくれて、荷物ほどいた。っていうか、床にぶちまけて、今は公園で息抜きしてる。ちょうどいいや。円形劇場で合流しよう。見せたいものがあるんだ。もしかしてスパイダー関連？まさかライノの角ゲットしちゃったとか？さっきのバトル超絶ヤバかったよな。スパイダー関連だよ。しかも角より断然すごい。やべえ、気になりまくり。すぐ行く。